こんにちは。東京芸術大学先端芸術表現科の古川です。今日は6月3日のリゲティコンサートに向けて、リゲティの作品を楽しむためのいくつかの、ポイントを、説明させていただきたいと思います。リゲティっていうと、現代音楽作曲家なわけですから、私たちが普通に聴いているポップミュージックとかクラシック音楽とかとは随分作り方が違っているわけですよね。だからその辺を説明しようと思うんですけども、だからといってそれが非常に分かりにくいものであるというわけではなくて、しっかりとその辺に注意して聴けばずっと音楽が理解しやすくなるかなという、感じで説明させていただきます。リゲティっていうと普通辞書なんかで見たりするとトーンクラスターとか書いてありますよね。それはリゲティの作曲の方法、技法なんですけども、クラスターっていうのは塊ですけどもね、トーンクラスターっていうのは音の粒々のこう塊なわけです。で、彼は特に初期の頃、70年代ぐらいまでですかね、80年、ぐらいまではトーンクラスターというようなものをたくさんこう使いました。それはどういうものかっていうと、ちょっとピアノで弾いてみると、と塊として扱ってるわけですよね。でもトーンクラスターといっても実はいろんな種類があって、白鍵だけの白い鍵盤だけのクラスターとか、黒鍵だけにすると、それからもっと密に。使うっていうことをリゲティはやりました。で、このいろんなクラスターをこういろんな部分にこう配置して、あるクラスターからだんだん音を抜いていって、だんだんもっと柔らかいクラスターに移動するとか、だんだんクラスターの柄が下がっていって、だんだん音になってし、一個の音になってしまうとか、そういうふうに、いろんな、バリエーションがあります。こういうふうにクラスターっていうようなものをリゲティは使っていました。それが一つ目のポイントです。で、二つ目のポイントっていうのは、やっぱりリゲティの作曲技法で、作曲の方法ですけども、ミクロポリフォニーっていうようなことを、よく言われるのを聞いたことがあると思うんですけども、それはどういうことかっていうと、それは非常にクラスターと関係したことなんですけども、クラスターっていうのは音の塊なわけですけども、当時例えば今もご存命ですけども、ペンデレツキーというような作曲家はトーンクラスターを彼も書いたわけですけども、音の一個一個の音の集まりとして、ペンデレツキーは書いたわけですね。例えばクセナキスっていうような作曲家もクラスター、結果としてトーンクラスターを書いたりしたわけですけども、彼の場合は確率的にこの音のこう、音の空間にどれだけの音がどういうタイミングで出てくるか、そういう確率計算を、やってクラスターを書いてたと。ただリゲティの場合はミクロポリフォニーという方法で、クラスターを作ってたんですけども、それはどういうことかっていうと、ペンデレスキーは一個一個の音の集まりがクラスターだったので、リゲティはたくさんのメロディーが重なったものがクラスターであるという、そういうふうな書き方をしてたんですよね。だからこういうところでも、だんだんゆっくりなる部分があったりすると、その粒々のメロディーがこう見えてきたりする。それがリゲティの、クラスターの特徴で、その見えてくるこうたくさんの、メロディーの重なりがクラスターを作る。
それがあのミクロポリフォニーという彼の、作曲技法の一つです。まあ、今回 の、 あの一番最初に演奏されるカンマーコンセプトとか一番最後に演奏される、メロディーの中にたくさんそういうのが、出てくると思います。で、最後の3つ目 の、 あのリゲティの、作曲技法の特徴ですけども、それはあの、ポリリズムって言ったりしますけど、ポリメトロムとも言ったりしますけども、まあ、たくさんの拍節がこう同時に、出てくるっていう、まあ、ちょっと分かりにくいと思いますけども、私たちの、まあ、普通のクラシック音楽っていうか、まあ、ポップミュージックもそうですけども、っていうのは普通1234で決まったら、一つ の、 あのメトロノームが。で、リゲティはやっぱりアフリカの、そうですね、中部アフリカの音楽、まあ、バンダポリフォニーって言ったりしますけど、あの、そういう場所のこうポリリズム、たくさんの拍節が同時に、使われる一つの音楽の中で、そういうものにとても興味を持っていて、例えば3個と2個っていうのは、そういうようなものはあの、まあ、普通に、まあ、ショパンでもベートーヴェンでもその場合はあるんですけども、じゃあ3個と4個こうなるとも随分複雑になりますよね。で、実際あの、アフリカの音楽なんかだともっと非常に複雑なものが同時にこう重なっていくという、で、そういうようなこう時に私たちはどの拍に、まあ、自分のこう照準を合わせたら合わせればいいのかっていうのがちょっと分からなくなってきますよね。で、そういうようなこう認知っていうかな、あの私たちのこう音楽を聴いたりする上での、揺れ、やっぱりまあ迷ってるわけではないですけども、そういう複雑なこう私たちのこう認知が揺れ動く、そういうようなところに、作品のまあ基礎、リズムの基礎を置いて作ろうというのがその、ポリリズムですか、ポリリズム、ポリメートル、そういうようなものがあの、まあ、リゲティ の、まあ、作曲の基礎に置かれている、まあ、特にあの85年以降ぐらいですかね。あの、これで、まあ、あの3つ説明終わったわけですけども、まあ、こういうことをちょっと、まあ、あの頭の片隅に置きながら聞くときっとあの、分かりやすいというんですかね、もっと楽しめるかも。